芸能人になったらやってみたかったゲームがあります、はい、と言ってたゲームをチャレンジしていただきます、はい、それでいきましょう。最初のゲームは箱の中身は何でしょう。イエーイ。ということで憧れてたんだよね、ずっと。そうですね。ほんもう本当にね、本当にねじゃないです、本当にですね、これはもう憧れっていうか、やっぱりその芸能人の方がバラエティでやってるのを見てて、あの私もやってみたいなっていうふうに。でもやっぱりこう学校のお遊戯会とかでやるにしてはやっぱちょっと、ちょっと見なかった。何何、まあ、まあ、いや嘘嘘嘘、すごいすごいすごいから、すごいからすごいから、さあ行きましょう、はい、箱の中身は何でしょう。制限時間120秒です。さあ分かったらすぐ答えていいですよ。わかった？あ、いいよいいよ。チワワ。違います。めっちゃ噛まれる。ビーバー。ビーバーではない、ビーバーではないです。すごくかわいい。どうもこんにちは。どうもこんにちは。じゃあ正解は何でしょう。カワウソですね。カワウソですね。違います。正解はフです。フ。もうこれは何でしょうのクイズになってますね。さあこれは何でしょう。かわいいな。フェルト。正解。なんだろうこのゲーム。なんだろうこのゲーム。かわいい。かわいいけどさ、やっぱあのままにしといたらかわいそうだから。そうですね。ということで、はい、まあ箱の中身は何でしょうの醍醐味は2公演やっていまいち伝わらなかったかな。フェレットって初めて私知りましたよ。でも可愛かったでしょ。すごい、なんか私がこう入れたらここに、え、あ、ありがとうございます。なんかここからこうどうしても逃げ、マイク使ってください。どうしても逃げたかったのがここの上を伝ってこうやって来て、どうしてあのなんかどうやって用意したんですか。借りてきたんですね、多分ね。え、すっごい可愛いですね。ちょっとこれを機にちょっと飼ってみたいなって。じゃあまあ一応正解したということで、はい、1つ目のゲームクリアー。